Allez. するという投票があったんですね。なんか私ちょっと反対
してたんですけど、ちょっとバカ、みんなバカだと思うんですけれども、独立にするとちょっと弱くなるかもしれないですけど、まあ残念だと思います。で、イギリスの中でいろいろなところがありますけれども、私、ウスター県から、ウスターソースとして有名なところ、こっち、結構真ん中。で、これ、ウェールズ、スコットランド、アイルランド、ロンドンはこっち、このぐらい。で、このウスター県の中に、モーヴァンというちっちゃい町があります。多分奈良というより、奈良より10分の1ぐらい大きさ。人口が4万ぐらい、4万人ぐらい。で、結構景色が綺麗な田舎みたいな感じでした。で、でそこで高校とか高校生という感じでしたけど、大学に入学するときは、結構これをウスター、マンチェスターはこちらです。で、これは車で3時間ぐらい、3時間ぐらい離れてて、で、なんかすごいなんか遠い、両親から遠いところに引っ越したかったんですけど、すごい、自由に独立したかったんですけど。マンチェスターを考えるとよくこういうイメージを考える人が多いだと思いますけれども、学生たちはなんかパーティーが好きだからそういうなんかイメージも結構あります。でそのみんななんか盛り上がってダンスをしたり、ライト、光も音楽に合わせていて、でいろいろな面白い経験ができできます。大学の頃は物理学だった。物理学。私高校、みんな同じぐらいの時は結構数学が得意な分野でしたから、まあ物理学にしようと思ったんですが、物理を考えるとわかんないですけど、みんなはこれは原子の、なんかみんな多分原子を考えると多分真ん中の何なんですか、原子の回っている衛星みたいな動きだと考えるかもしれないですけど、それはまあ、モデルとして正しいですけれども、ちょっと嘘みたいです。で大学で物理学をするとこういうなんか電子がこういういろいろな形があります。で、こうになるとエネルギーが上がっていって、結構一番面白いね、これ、この形。で、なんでなんか、水滴にこういう形になるかっていう、すごいなんか、面白いなと思ったんですが、それは物理学を学ぶと、そういう。あと、高校の中で、よくなんかその物質のフェーズが3つあるというのがよく聞くんです、ね。でもそれもなんかこれは何ですかね。小液体とガスでなんかアイスですね。その3つでも多分なんかプラズマとかも。でもそれだけを考えたらそれはちょっと嘘。そのなんか大学の頃こういう学んだんですけど、これは小じゃないですね、クリスタル、小クリスタル、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 クリスタルな感じで液体な感じ。でもその真ん中にあるなんかいろんなフェーズがある、物質によるんですけれども、こういうなんか細長い原子だとこういうなんかマッチみたいな箱、マッチに入ってる箱、なんか
こうするとその街がなんか動いてるんですけれども、まあ、あのいつもこういう感じ、方角とか統一に なってしまいますから、こういう同じようにその分子がなんか駅みたいですけれども、まあ、このディレクション、方角があります。でその物質が結構すごい綺麗だと思いました。でこういうこれはあのマイクロスコープで見るあの私が撮った液晶の絵で、それがすごい面白いだと思って、あのオックスフォード大学にもう一度博士課程で入学したんですけれど、でその間は結構なんか研究とかどうやって研究できるというそういう情報とかそういう機能をしてました。これはあのそのオプティックみたいな実験で、すごいなんかちょっと汚いに見えますけれども、これはまた別な実験で、私の別これあの後ろにあるやつで、これがレーザーで、これが液晶がこっちに置いて、で、あの光を測るセンサーがあっちに置いてあって、で、いろいろな電気とか電気の形をついたら、どうやってなんかその光が変わってくるかというあの実験ができます。ですからなんか液晶とかのやつについて研究できます。であの液晶は結構液晶画面として有名です。でもあの生物的にも結構液晶とかがすごい大切なあの物質で、これ雲ですね。雲の糸もあの雲の中にある間液晶です。例えばこれはなんか雲の、まあ、中で液晶が浮いちゃって、で雲から出てきたらその流れと同じように、なんかその分子、細長い分子が全てなんかこういうなって、でその糸が出てくればあのすごい強くなります。でその液晶の証言です。あの雲がすごいそういう液晶を生かしています。であのですね、これあの手ですけれども、よくある液晶の証言、あのなんか自分の手はね、右と左手がありますね。でその文章の中でもそういう右と左の形、鏡に見る像が、あのそういうなんか右と左の形がある 分子があります。でその分子は液晶に入れたら、その液晶も左かあの右のぐるぐるな形が表現されます。でそれがあればすごいなんか綺麗なあの液晶が、それもこれも私が撮った液晶写真、あのこのまあ、このシワの模様が繰り返してて、そのなんかあの液晶の形はこうぐるぐるして、そのぐるぐるがあの繰り返すと同時にこのあのその繰り返してるし、なんかシワの模様が出てきます。そういう証言だから、そのつながりがありますね。でそのなんか博士課程の間にその液晶画面とかについて研究しましたんだけど、いろいろなすごい綺麗な写真をその時に撮りました。でちょっと見せたかったんですけど、すごい綺麗だと思って、で科学、まあ、数学も大切ですけれども、結構芸術的な
綺麗な、なんか写真とかで、も出てきます。綺麗ですね。いろいろな色があります。こういう。で、このスライドちょっと難しいかもしれないですけど、なんか分からなくて大丈夫ですけれども、まあ、これ、その液晶で、その液晶が空間的にぐるぐるをして、で、その、例えばこれ、こっちからこっちまで、と、こっちからこっちまで、で、同じ、じゃあ同じですね。で、この長さ、ちょっと波みたいですけど、波、ちょっと波みたいですけど、この長さが、その、ピッチということが使えます。この長さ。で、ライトも光も波ですね。多分、してますね。その、ライトの波も、その、周波数とか、長さがあります。で、もしその長さが、液晶と同じに合わせて、で、反応できます。結構面白い。で、生物とか、その虫とか、